かる。つらい。今日買ってきたんだ。来る前に。え、離れた。離れ。こっちで来たのさ、鼻で飲んでんのかと。どういうこと？鼻に突き刺してんのかと思って。びっくりした今。そう？ね。お疲れ、ありがとうございます。はい。ここしか知らない。今日はみんなで配信してます。みんなで5人で配信してます。今日はさやちゃんとあおちゃんとまなちゃんとひめちゃんとみはるちゃんです。あらよいしょ、5人です。あらよいしょ、あらよいしょ。おやつ食べる。ほうほう。ね、2人で半分こしようって言ってたやつは何？1枚ずつのやつラーヌ？出てきてない。あとで食べる。こんばんは。ごちそうさまでした。お腹すいた。だるまありがとうございます。ゆめたち今日さ、うん、あ、やばい。ブラボーありがとうございます。流行語。ブラボー。流行語？うん。サッカーの。私その MC いないよ。あ、ねえ、やめて。マナのこと大好き。ごめん。お疲れありがとうございます。マジか。やっべえな、やっべえな、やっべえな。それ美味しい。何それ？食レポして、食レポ。そう、三文字で食レポして。うまい。はい、ありがとうございます。三文字の食レポ。今度買おう。うまい、うまい。今度買おう。めっちゃ美味しい。美味しそう。フライシー予約してありがとうございます。相当積もってるらしいですよ。いいね、え、雪？マジで？どうする？学校行けるか、明日学校行けないから。かき分けていけばいいんだよ。雪すごいね。結婚してちょっと一回家帰ったら考えます。ありがとうございます。考えるんだ。そんな感じ。考えるんだ。ちょっと一回持って帰る。冷静に考えなきゃ。確かに大丈夫。公演後のテンションでさ、はいとか言っちゃいそうだから。一回持って帰る。一回ちょっと冷静な。雪ありがとう。いいね。お盆です。お盆です。転ばないようにね。いや本当に転ばないで。すってんコラリン、すっとんとん。今日からコラリン、すっとんとん。じゃあやめてみましょう。今日は MT フォーテイトデイです。あ、そうやん。おお、知ってました？皆さん知ってました？私は知ってました。何それ。乾杯のギフト、イエイ。え、10センチ以上違ってる。10センチってこれくらいですか？青のもうちょっとあるじゃん。青の10。青の青ちゃんの顔ぐらいだね。そうだね。センチも積もってんの。青の顔ぐらい。やばくない？やばいね。やばいな。マジか。でも朝から降ってましたもんね、雪。めっちゃ降った。確かに。火星はすごかったもん。そう考えると風強いの一番やばかった。だって車揺れたもん。うん。ね。本当。大変。新越本線。あ、電車止まって。雪ありがとうございます。電車止まってるの？ええ。まあ止まるよね。そう。新幹線は、ね、新幹線動いてんじゃない？まあ動いてるらしい。開け方めっちゃ汚い。今日忘れ積もるのかな。めっちゃ美味しい。雪ありがとうございます、ね、これみんな買った方がいいよ、やばい。ファミマの生カネルケーキ、うん、よし買おう。札幌24センチ積もった。やば。24センチって結構。どんくらい？青ちゃんで言うとどんくらい？夢の顔ぐらい。肩幅ぐらい？夢の顔ぐらい。青の膝下ぐらい。膝下ぐらい。青の膝下短い。わかんない。24センチですか？あ、じゃあ青の足。お、足。え、足大きくない？そっか、23。そっか。足24。そうだよ。え、ってことはここの肘だ。あ、こうだこうだ。え、結構じゃない？ここ。ってことは青ちゃんのそこです。青のここです。そこぐらい。で、青24なんだ。24だよ。うん、そうなんだ。大きいね、足。足大きいんです。だから身長伸びるんですよ、私。うん、今も私身長伸びる。今からね、これから。でも去年2センチ伸びたんです。ってことは今年もね。あ、まだ1センチちっちゃい。だって四捨五入したら私160になります。おー、え、めっちゃ大きくなってます。156だから今。めっちゃ四捨五入するの。まだ伸びてるの。乾杯ありがとうございます。ハートもありがとうございます。マナちゃんの腕細細細細って、夢とコニコネわかる。待って、夢の気持ち。こんばんは。早く帰ってくる話。しゃーなし。早く帰ってくる。びっくりした。うちのペットを見せて。マナちゃん何だと思ってる。ワンダ持ってきてあげたよ。わー、ありがとう。
人だと思いました今すっごい高い高級これもおすすめ、わぁ、わかる、食べないの、食べた、私、休憩、あ、休憩ね、これも美味しい、これ食べます、ファミマねぇ、すいません、ラーメンも食べたい、え、食べたい、2個やって、やって、やって、YouTuber、韓国のさ、雪ビビンバ、今回紹介するのはこちらです、食ってるよね、韓国行ってみて、ね、逆、今回紹介するのはこちらです、逆です。気づかなかった。じゃあいただきます。おはしさんありがとうございます。ハートもありがとうございます。いい音。ASMR。うん。ASMR マナがうまい。青がうまいっていう。青青 ASMR めっちゃうまい。チャンネル登録もやってるぐらいうまい。絶対大声出したくなっちゃう。食べる？え、いいの？うん、え、ちょっと青の ASMR 技術。待ってやっぱり半分残して。いや一口パキッと。あ、いいよ。大きかった、あー、嘘でしょ、今夢の声じゃないよ、びっくりしたすごかった、両隣から共鳴したね、叫ばれた、マナちゃん挟む、もう一口いきな、いいっすか、あ、いいよ、めっちゃ大きいな、あ、さやの ASMR 聞こう、いきますよ、いきます、マジで、うん、マジで本当に、ね、じゃあみんな聞いてて、うん、そうだ、青青のやつ聞いとこ、え、青言わない本当にいい音、いい音だった、聞かせたかった、ありがとう、お届けしたかった、ね、ASMR の人になった、うん、じゃあ今も、ね、今もチャンネル、ここだけ、ここだけ、今も挑戦するね、行くね、うん、もう絶対言わないでね、うん、本当に言わないでね、うん、絶対言わないでね、マジで、ちょっと、あ、ギフトありがとう、言えよ言えよあえて言わなかった、言わなかった、誰も言わない、言わないで、あおちゃんなんてギフトありがとう、ね、イヤホンしてたので耳がって、音量やらへんのかいって言われてますよ、かまーあの靴、ね、やめてよ、何してんの、ね、ここいないよすごい、ここまで来たじゃん、びっくりした、美味しいね、これ、うん、美味しい、新潟さん24cm、新潟さんですよ、この靴、新潟さんの靴、新潟さんだよね、だって、うん、え、うん、新潟さんのこちら美味しい、これ美味しそう、いいな、ブルボンだ、ポテトチップス食べたい、靴は見せないでくださいパンの靴見せません、見せないの、見せないでください、内緒な感じで行きましょう、寂しい、寂しいね、じゃあお客さんちゃんあげる、またありがとうございます、あ、よいしょっと、くまちゃん、ね、もう一個食べたい、くまちゃんない、ガタありません、くまちゃんガタつけてる、えガタ、くま、なんでそんなセクシーなの、ゆめもなんか欲しい、何？ゆめもなんか欲しいよ、ぬいぐるみ、あ、いいのもらったじゃん、ドラゴンボールありたけの笑えよ、それ、ワンピース、ええー、確かに、気づかなかった、あれ渋滞、なんだっけ、ドラゴンボール、あ、ずかんぼうぜ、ドラゴンボール、そうだそうだ、あ、ありたけの夢をそれワンピース、それワンピースじゃん、じゃじゃんじゃじゃん、探し物探しに行くのさワンピース、ほらポケットのコイン、炎ありがとう、あ、ごめんね、炎ありがとう、焚き火ありがとう、ハートもありがとう、トーナメントもありがとう、ラブレターもありがとう、なんてるでーはぁ、面白いね、疲れた、なんか今何時ですか、8時30、もうこんな時間、ゆめたち今日何時から配信してるんだろう、教えて、でもゆめめっちゃ遅いからさ、当てにならない、確かにうちら最後だったからね、ね、あおちゃんたちいつから配信してる、ゆめ何時から配信ですか、
でもまだ9時なって、あ、16分からだって、うん、え、じゃまだ30分経ってないんだね。ね、まだ9時になってないよ。こないできさ、あ、え、まだ1回もできてない。なんで、もうさ、ずっとできてない MGT になって。え、何ができたの、私できてないってこと。うん、え、最後にできたのいつだろうってくらい。え、なんかまだ勝手にめっちゃできてそうなイメージ。ね、どういうこと健康そうってこと、わかんない。チカナめっちゃできるイメージない。全然できない。あ、確かに。チカナよくできてる。青はできてない。あ、でも、うん、思いっきり噛んで、うん、できたことある。いや、できてない気がする。シール貼ってます。ね、かわいい。今もそれもらった、ね、かわいい。貼ってます。はい、ハートありがとうございます。日記の中にいるんだ。イエーイ。イエーイ。結婚して美晴さんのこの辺が治ったら考えます。すごいすごいすごい。ソフトクリームありがとうございます。ジョージ、ジョージ、お猿のジョージ。懐かしいね。懐かしい。風船知ってる？お猿のジョージ。風船、そんなことなわけない。地域によってじゃない。地域、秋に、確かに、確かに、みんな、そうそうそうですよ、大丈夫ですよ。東北と関東と、何でしたっけ、長野、あの、長野って何、中部、中部と関東、関東、そう、地方に、そう、地方ですよ。青森の行事は風船。そうそうそう、なんかプーって、あの、飛ぶ風船、あの、浮く風船できるの、行事の。あ、うわあ、めっちゃ気になる。あ、青森だ。青森だ。青森だ。青森ね。めっちゃ気になる。めっちゃ見たい。ピッてやるとなんか赤とか青とか黄色のお猿の上品の風船が変える。すごい。青森。やっぱさすが青森。最先端だわ。そうだそうだ。すごいわ。すごいわ。すごいわ青森。マジでみんな知らない。ね、今の画面見ても見直さないで。バレたバレた。今見えてるよ。風船ジョージ知らない。はい、どうしよう。ファンの皆さん知ってたらただのさここで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 だよ。知ってる誰か知ってる人いますか。これで知らなかったらもう青森だ。青森、青森、やばい、知らなかったって言われてる。ああ、じゃあ青森だ。青森だ。これ、こんばんは。おばさんもありがとうございます。ハートありがとうございます。こんばんは。くたびれた、うん、くたびれた。ご飯も食べたしね。ご飯今あったかいと。わかるわかる。なんか眠やですね。これは眠やって言わないで。眠やにしないで。眠や、みんながいるから。眠ややな。起きて、起きて、寝てる。今夢にも読めた。なんか来た。ありがとうございます。ひなたさん、ひなたさんが届いた。向こうの中で一番いいもんね。やばい、負けた、負けた。ひなた、でか、でかひなたさん。サイリウムありがとうございます。浜ひなたです。ひなたさんって難しい。確かに。浜ひなたです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 。浜それ見張る。やっとあなたの本当に。わー、あ、みんな上手。みはちゃんまで呼んでください。聞いてください。どうぞ。私ワープの時いつもちゃんとワープしてる。だって私ワープって。すごいね。おちゃんさすがだよ。わあ。え、今どうやってる？わかんない。どうやってるだろう。わかんない。青はちゃんとワープしてた。やったあなたのハート。あ、効果もまだ。みんなワープか。一目くれだった。本家は、本家はどうですか？やったあなたのハートには。お、いいな。青はワープしてる。優しい、ありがとう。違う良さがあるね。
やだな、個性だね、個性いろいろ NGT ラブレターありがとうございます。あなたもあなたは今日でアヒルありがとうございます。みはちゃん推しほら NGT あ、落ちた落ちたみんなうる覚え今日で夢と推しゆみと一緒にいい夢見てね。 あなたは今日でさあや推し海越え山越え川越えさあやめちゃうわ。あなたは今日でまなちゃん推しるささんるささんるささんまなねーめっちゃいいこれめっちゃいいフェニックスの定番ネタ、ね、定番ネタ好きるささんるささんいやおだな懐かしい元気かな、ま、かわいいありがとうございます。みーあおちゃんなんだこれブラッコリーこれブラッコリーためがブラッコリーいいねやりたいねやりたいヒナのやつもあってちょっと振ってもらっていいですか。あ知ってるヒナちゃん推しエヌジーミムラヒおー言ってた言ってたねビブラートが大切ヤヒが上手くてでもヤヒ以外で来ないミムラヒおーあヤヒが上手かったね推しの人材だミムラヒのでも今多分ララになってる。ララから今ちょっと不良になっちゃう。今ララ。それはダメだな。殴られちゃう。でもヒノね服装変えてるらしいよ今。言ってたね。なんか東京シティガール。シティガールの意識で東京に染まり始めてる。染まっているんです。東京の声出しちゃった。シティガールって紹介しました自分のこと。ヒノシティガールだからって。えなんかこの前はやばいよね。話してたんだけどなんかいつもヒノはなんか若干なんか黒寄りなの。そうそうそう黒とかグレー白なんだけどなんかキャラメルっぽいなんかベージュ系秋をイメージしてなんかちょっとベージュ系みたいな。ベージュ系だったね。えそうで自分でもなんかちょっとおしゃれにそうこれがおしゃれひどい帽子キャスケット、ね、キャラメル色のめっちゃ強調するじゃん。キャラメルハマってる日の今キャラメル色にハマる。その時靴もコートも全部キャラメルだった。全部キャラメルね。あれに似てたプーさんの男のハグリッドじゃなくて違う違う違うハグリッド違う違う。あれに似てるってめっちゃ思ってた。何でしたっけ。ロビンロビンロビンソンなんだっけ。なんだっけ。ロビンロビンロビン全然わかんない。なんだっけなんだっけ。ロビンプーさんに出てくる男の子の、うん、待って出したい出したいよね。ロビンなんだっけなんだっけ。急に分からなかった。ロビンなんだクリスティあクリわかる方クリスティファーロビン。あークリスティファーロビンクリストファーロビンクリストファーロビンあぽいに似てるって思った。それだわクリストファーロビン。あ確かにね確かに。なんか、うん、プーさんに出てくる男なんかさディズニーのカチューシャみたいな。確かにそう、シティガールのは最高です。ひなちゃん来ないかな、ね、クリストファー今日で最後全集落ひなちゃんの春も、うん、福島で。あ今日で最後じゃない。いやひなちゃん今日、ね、今日が最後春も春も、うん、お疲れ様です。私は初日を見に行きました。いいな。どうでした。いやもうねシティガールでしたね。シティガールだった。はい、だいぶ結構オラってて、オラってんだ。そのかオラってんだ。そうラップとかね気合しちゃって。やや、そうめっちゃオラナイトモード。いよいよいや、でもさヒノが出てきた瞬間嬉しくてさ確かにしてた一人。立ち上がった。立ち上がりたかったヒノめっちゃ興奮して喜んだ自分で。スタンディング嬉しかった。オーベーションオーベーションオーベーションスタンディングオーベーション分からん。スタオベだから皆さんを後ろから見てました。私はあらあら見られてる。泣いてる方もいらっしゃって、泣くんだ見直しで。すごい。そう泣いてる方もいらっしゃって、グレちゃって悲しいって。あすごい。いやもうね
でも感動しましたね、すごく。確かに。ポロ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 。泣いてるの。ポロ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 。くしゅげ乾いてきた。ね、わかる。めっちゃリップ塗りたい。まあ、くらになればいい。トゥン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 トゥえ、あれ朝バカ早かったんです。足痛い話聞きました。足痛い、足痛いあれ、足痛い話、足痛い話聞きました。足痛い話なんか足痛い話、あの海靴が、あー、海に砂めっちゃ入った。あ、そう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 、足痛い話ね。肌がいいね、ありがとうございます。恋が終わった。何年前の曲こりゃ。めっちゃ前、確かに青春時計。15年前、15年前、17年前、15、青春時計のカップリングですか。じゃあ17年、2017年。あ、そうそう、5年前。そんな前なんだ。タタ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 え、やってた本番、わかんない、本番中だけど、2班時いつももうね、多分もうこっちが握ってるからこっちも握っちゃうんだよ、きっと。じゃあ包んで、やだ。忘れられたいよ、ひとつの、ひとつの、恋が終わった。悲しいね、恋が終わったんだ。真っ暗になればいいんだなんて思ったもん。明るくていい。じゃあ、じゃあ、この曲できたのめっちゃ嬉しかった。いい、それは良かったもん。ずっと聴いてた。絶対こっち側だと思ってた。あ、そっか。あ、そっちね。こっちだった。こっち側だったね。でも今日絶対隠せてなかった、三原さんの目。え、わかる。大丈夫かな。隠れてなかったです。そう、あれ結構ね、大変なんですか。かえりちゃんいつもこうなるから。それはやばい。あくらに。どっちどっち。え、下げるじゃないですか。ほんとは。ほんとは。まあ、ほんとは。まあくらになればいい。なのに、かえりちゃんは。はい、まあくらに。見えてるみたいな。ありがとうございます。やめ、やめい。やめえや、やめえや、やめえや、やめえや。あ、今日の目隠しめっちゃ上手だった。よしよ、よら、よし、来ました。分かったわね。来ました。ね、雪やばいらしい。どうする？ね、さっきからその話してる。どうする？帰れないかな。今日泊まる？どうします？泊まる？泊まる？とりあえずじゃあ泊まります。そっか。とりあえずね。ステージで寝るか。わかんない。とりあえず。せり上げて。夢ここね、じゃあ。え、ステージで寝る。夢ここ。ステージで寝る。せり上げて。二段目になっちゃった。楽しそう。じゃあ、冷蔵庫の中に。冷蔵庫？いいなぁ。いいなぁ。で、あの、ランタンでみんな寄って寝る前。確かに。確かに。いいかも。あれで枕投げしよう。あのラスベガスのクマ。やばいやばい、かわいそうかわいそう。こんなになっちゃう。確かに。アイスクリームありがとうございます。じゃ今日うちあの残酷の傘差して帰ろう。あ、いいね。あ、いいじゃん。なんかあれ強そう。すごい趣が強そう。素敵です。確かに。新越線長岡まで帰れない。どうすんの？お気をつけて、足元に。そうだね、そういう帰らない方もいらっしゃる。みんな劇場泊まればよかったのに。確かに、一泊、ね、一泊一泊1万円、安い。安い、高い。安いの？分かんない。分かんない。相場が分かんない。確かに、確かに。劇場に泊まる相場誰も、誰も知らない。タコありがとうございます。マナの、そうだ。
ああ床に落としたからだ。いけないんだ。誰？待って、まだ市民だから。いやいや、私占い師だけどまだ狼だった。ね、違うよ、信じて。本当に私は、じゃあもう言うよ。騎士。騎士だから。え、ホームこと守ってくれ。うん、当たり前じゃん。ってことは？でも今占い師。でもさっきマナのこと違う。でも占い師。え？青？騙されないで。マナ狼だった。今死ななかったってことは私は。え、あなたは誰？誰？パロ。僕の名はエドワード。僕の名もエドワード。駅前ツルツルで転びかけました。あら、なんて大変なんですか。あら、愛おしい。かわいい、ありがとうございます。愛おしい、お気をつけて。すってんころりん、ほんとに気をつけ、あんなびしょびしょな雪がさ、氷になってる説ってこと、危ないっすね。びしょびしょだと、こう固まるから氷になりそう。今日さ、あの車乗ってる時もやばかったじゃん、雪、雪やかったね。こんなの、多分お客さん一人も来ないだろうなって思って、ね、やばすぎて。なんかファンの方、いつもあのどこでもドア持ってるの。確かに、ほんとにありがとう。どこでもドア持ってるし、みんな拍手ありがとうございます。でごめんだけど、めっちゃ髪の毛私なんか巻き取れてない？大丈夫だ、顔がいいから大丈夫だ。私のこと見てください。私今日もう大丈夫、あれ見て、大丈夫です、あれ見て、わかる、あれに出てくる、あれ見た。忍者マランタロウ、忍者マランタロウ、忍者マランタロウじゃない、あの学校の校長先生。ああ、わかんの、わかる気がする。わかるけど名前は知らない。似てるって思った、自分。確かにボブだしね。かわいい、かわいい、かわいいよ。お星さんもありがとうございます。かわいいよ、かわいいよ。みはるさん、あおいさん、みはるさん、あおいさん、みはるさん、さあみはる、みはる、みはるさん、みはるルソ東ミハルポーン、明日は会社休みたいです。あ、びっくり、休みに行きたいと思った休みたいです。休みたいよ ね、 よね。あた学校だもんね。あ、学校行ってくる。休みになるんじゃない。あ、体育の時間ズボン破って、あ、言ってた、聞いた、それ。え、なんでどうやったらやばいの。え、なんかどっちも俺したんですよ、これね。はい、あ、これか、ちばり、どっちも俺して、それで、あの当たりたくないから逃げてたんですよ。そしたら逃げてた時に転んで穴開いた。え、ジャージってさ、多分擦っても破れないようにできてる。なんでですか、うん、皮膚のが破けますよね、うん、溶けた、どうなっても破くない、破くない、溶けた、なんかさ、スライディングとかすると破けるよね。どういうスライディングして、ワンパクだね、やばいね。でも今筋肉痛だから、ドッジボールで、とバスケット、つな引き、つな引き、サッカーもやったんでしょ、競技をやられるから、ムキムキ、ムキムキ、ムキムキになっちゃうじゃない。ブロッコリーも食べてるしね、マッチョ、確かにムキムキだわ。ブロッコリー、ボディービルダーに転身するのかな。かおちゃん、かわいいね、まさかの、まさかのね、まさか、明日は仕事休みです、よかったね。いいよ、そう、溶けるんだよ、ジャージーが。どういうこと、聞いたことない。なかなか溶けないよ、ジャージーって。え、え、溶かした、私、はい、やること溶かしました廊下でシューって滑るやつ。え、どういうこと、廊下で滑って、あの膝をつけて、すごい痛そう。え、あ、さすがに廊下でそれをやんないわ。全然痛くない、痛いでしょ、全然痛くないですよ。さすがギャルは違うもん、一味違うわ。え、じゃあジャージさ、ありがとうございます。全部今溶けてるの、ジャージですか、うん、はい、学校時代のジャージ、はい、本当だ、熱で溶けるって言われてるんだけど、怖い、怖い、知らなかった。私たち絶対そうなんやんない、やんない超真面目に生きてる。だマナと同じ学校行って同じクラスだったら絶対交わってない。え、そう、交わってない。でもサイヤは多分交わってる、うん、多分交わってる交わってる。ウェイウェイ、多分青とゆめとみはるさんは、あー、確かに、確かに、確かに、なんか面
白いね、そういうの考えるの。ひな学級委員長絶対、絶対そう、絶対そう、絶対そう。ちかな多分初期、初期とか。ああ確かに。会計。体育委員、体育委員、体育委員、体育委員やってるわ。ミミウも絶対学級委員。ミミウ美化委員そう。ああ確かに。美化。放送もやってそう。ああそうやって。あ放送委員ずっとやってた。へえ。ピンポンパポンしてた。皆さん。えまだ放送やったことあるの。今日は12月。放送委員ってさ笑っちゃわない？晴れている朝です。笑ってそう。まださ笑って。今日は全校集会がありますので。教室に出て、よく覚えてるね。染みついてんな。今日の献立は、ご飯、牛乳。え、なんでか。なんでそうよね。わかる。そう、魚のなんちゃら、なんちゃらかんちゃら、ABC スープ。え、懐かしい。あった。ありました。美味しくいただきましょう。やっぱ地域性。あ、地域ですよ。やもなかった。え、ないよね。え、かん、あったよね。何が ABC スープ。やばい、ジェネレーションギャップ。ここ。あれ、こ、あれ、あれ、ここ。あれここで違う ABC スープはジェネレーションギャップ聞いたことあるけど、え、絶対あるよ。え、あった？待って、あおちゃんと一緒にやったアルファベットの、そうそう、あれはジャンボ、マカロニ、ジャンボ餃子、ジャンボ餃子、あった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 、パリパリのやつ、え、大好き。やばいやばい、ねえ、これは関東だわ、やばいやばい、これは関東だわ。え、関東ジャンボ餃子あるの？あります。どういうこと？大きい餃子？めっちゃでかい、これぐらいの餃子。すごい。やばい、すごい。パンナコッタ、パンナコッタ。パンナコッタあった。パンナコッタ。え、わかんない、覚えてない。タナバタゼリー。ミルメイク、ミルメイク。あった。懐かしい。ミルメイク出たことない。え、ないんだ。え、これ東京自慢かわかんないですけど。ハーゲンダッツ出たことあります。チョコケーキ。ちょ、それは対抗できない。でもなんか伝説あった。何年に1回出るみたいな。サーティワン。え、なんで？え、嘘。給食かな。絶対嘘だよ。サーティワン、え、サーティワン先生が買ってきてくれる。あ、先生。あ、給食じゃないか、これは。先生ある。先生。懐かしい、ご飯牛乳。確かに。ご飯と牛乳飲んで。絶対牛乳。牛乳。ゆきちゃんが言って。ABC スープあったゆき。え、そうだよ。どう？ ABC スープあった？コメントして。なかったらショック。え、なんかマラソン大会とかで、うわ、なんか懐かしい。ほんと1位のクラスに、うん、あの景品がもらえるんだけど、うん、で1位ってなんかお菓子とかうまい棒とかなんだけど、青のクラス3位だったのに、うん、先生が頑張ったからって言って1人1個ハーゲンダッツ。えー、すごっ。先生の出品、先生の出品、先生太っ腹。これ先生って太っ腹。 ABC スープ、 ABC スープなかった？ガチで知るね。はい、茨城だけかわかんないけど、あの運動会の時とかさ、屋台あった。あった、聞いたことある。え、だからうちさ、ないんですか？茨城でめっちゃあるよ、もう一面中。そう。え、どこにあるの？もう校庭一面屋台があって、だからその自分が出てない競技の時とか普通に食べて、食べて、え、嘘、食べながら見る。え、小学校？全部全部、小中高全部。怖い、お祭りやん。だからなんかそれが普通だと思って、逆にないのがびっくりした。だから NG って、なんか飲み物屋さんとかならあったけど、え、全然もっと焼きそばとか、お好み焼き、お好み焼き、そう、かき氷、え、だって、そうそうそう、家族でご飯食べなかった。え、どういうこと？運動会の時家族でご飯食べなかった。自分でクラスで、めっちゃ戻って、え、切ない。え、そうなんだ、まあ、地域だから、まあ、地域、まあ、地域、東京はそうだからね。東京はそう、そうなんだ。シティガールだね。シティガール、日本のシティガール。シティガールみたいな。あ、さあ、そう、屋台があったんですよ。そう、必ず。え、何、高速でさ、ダメですみたいな。え、全然、逆にないのがあるから、普通にそれを食べるんだよ。え、校内に？校内、校内っていうか、なんか何、校庭、校庭、あの校舎、校舎、普通に校舎にある。え、立ち入りオッケーなの？え、全もう校舎、学校内にある。学校内にある、最高じゃん。これみんな普通に買って、うん、買って食べる。いいな、楽しそう。そうなんだ、そんなとこに行きたかね。え、食べれた、ありがとうございます。ハートもありがとうございます。ほんまシティガールだね、葵ちゃん。葵ちゃん知ってる？葵ちゃんでも新潟出身だと思われるよ。え、そうなんだ、そうなの。誰に？新潟に初めて会った人。初めて会ったの？街中で新潟の方ですねって言われて、東京出身、どこ出身ですか？東京、え、東京って言われる。
ちゃんと生まれも育ちも東京だよね。そうだよね、かっこいいじゃん。生まれも育ちも東京。本当ですか、うん、なかなか東京の人いないからね、生まれも育ちもね。そうですよ、うん、そうだね。あ、言ってる。ちょっと前まで葵ちゃん新潟出身だと思ってた。そうなんですよ。実は実は実は都会の人。でも都会感あるよ。都会感あります。シティガールやな。シティガールや、シティガール。電車大丈夫、キャメル。あ、でも電車得意です私。おお、任せて。分かった、ありがとう。任せてください。ありがとう。分かった。東京メトロも乗りこなせました。おお、すごい。東京メトロって何色の電車？え、ないっぱいあります。地下鉄の。あ、水色は？水色。水色って何ですか？京王線とか。電車は東京メトロって赤いやつ。え、いっぱいありますよ。あれ？東京メトロ。丸の内線とか。そう。ああ、やばい。一緒。千代田線とか。東西線。東西線。東西線ですって。水色東西線。山手線。山手線は緑です。山手線 JR 東西線、まあまあまあ、半蔵門線、はい、あ、半蔵門線、門線ね、銀座線とか、うん、あ、銀座線、はい、銀座線ね、うん、私がいつも乗る駅だ、銀座線。でも、だいたいああいうのって上見たらつくんですよ。どういうことですか、ね、上の標識見たら絶対つきます。まっすぐ行ったら乗り線の行きますよみたいな。地図なんか上に押してあるんですよね。でもシティガールに、シティガールに1個異論があります。何ですか？なんか東京の人ってすごいみんな人混みでザーって電車降りたらなんかどっちか方向行くじゃないですか、うん、あれ一か八かでついてた時々なんかよくわかんないとこ行って、わかる、あるある。なんか地下鉄の出口ってめっちゃいろいろあるんですよ。なんか G なんだ。そうです。でもそれ間違えただけで真逆とか行っちゃう。え、そう行っちゃう。あどうしたらいいの？大変なんです、ね、それは運ですか？運、これはもしティガール、いや、もう見るしかない。冷静になって上を見る。冷静になって上を見るしかない。でも出口わかんないでしょ。今めっちゃ都会人ぶりたいから、うん、めっちゃスマホで下調べして、駅の構内のとこ調べたことある。ねえ、無理。でも何号車何番乗ったらエレベーターの前着くから。めっちゃもうめっちゃ常連ぶって。すごい。でも適当なんだけど、私も適当だから人、まあ、うちら適当じゃない、サイも適当でしょ。なんか今食べ降りてなかったら行くでしょ。いや、うち見る。あだってまだ全然調べないじゃん。まだ調べない、マジで調べない、うん、適当、うん、適当に行けばつく。そう、おかしい。ゆなこタイプだね。ほんと、ゆなこ調べないの？違うの、最初は調べようと思ってたんだけど、うん、絶対夢に負けるから、なんかもうスマホいじってるフリみたいな。フリ、夢がやってる間に。かわいい、みたいな。え、待って、なんで何？充電？充電じゃない？夢投げようか。え、ありがとう。よいしょ、危ない。あ、渋谷駅めっちゃ変わったって聞きました。え、そうなの？難しいらしい。今？逆にし、あ、まあ、行けるよね。まあ、まあ、行く機会別にそんなないんですけど。ないけど。あれ？大丈夫？コメント欄が消えたよ。一回立てて、びっくりした。治った。あ、びっくりした。びっくりした。よかったね、なんて。よかった。新宿メール。渋谷変わったねって言ってる。渋谷。渋谷。まなちゃんち渋谷行く？ん？渋谷。まなちゃんちって渋谷区？そうだよ。え？ありそう。まなちゃんちって渋谷区？まなちゃんって渋谷行く？渋谷行く。びっくりした。まなちゃんちって渋谷。ね、渋谷にならないで。あげー。私もう卒業、高校卒業まですぐじゃないですか。だから JK 楽しもうと思って、うん、友達と JK マジマンジっていう、うん、ねえ、青はダメねえ、許さないよ。なんか JK マジマンジってここに書いてあるフィルターで使ったの、許さない、JK してんじゃん。やってるね、JK だね。JK やってる、いいね。何してんの、許さ、JK、いいね。やばいね、この間まで FJK だったのに。青夢寒い、やばいよね、この間はね。なんでのー、喧嘩しないで、喧嘩しないで、じゃんけんしなさい。これ私の、まだの、これ私のなのに。え、ガチで、ガチでうちの、ガチでうちの、ガ
ガチで私のガチの私物ガチだった、私物めっちゃまだ持ってる、ね、本当に私物はそれはしょうがないわ、それはできるわさすがに私物何時から配信しました、私のって思うじゃん、何時でしたっけ、ちょっと今決めが持ってた、ね、違います、これ私のです、あこれそう、ほらほら私のだって言ってるよみんな、それはさやのだ、それはさやのだって、いいな、8時16分欲しい、10時欲しい、あげる、ゆめに、ゆめに、ゆめに、ねえゆめにあげたい、静かにしてよ、ゆめにあげる、青の方が大人な気がする、かわいい、あげる、ねえゆめいいでしょおじさんになっちゃった、おじさん、おじさんおじさんにならないで、足でそりよ、駅のよ、駅のよ、歩く早く、わかんないよ、全然知らない、ジングベイジングベイジングベイ、英語しかわかんない、え逆にすごい、歌って歌って、ジングベイジングオールドウェイ、その次は分かんない。なんやねん。ここまで。すごい。分かんないか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 い。ありがとうございます。確かにママはみはるさん。確かに。ママ。じゃあ私たちは子供。私パパ。パパ。パパ。おーちゃんパパ。パパ、え、じゃあサーヤパパで。あ、サーヤパパ。サーヤパパね。私パパ。マナは。トジだから。マナは。確かに、じゃあ夢は近所の人、え家族が夢なんだっけ、なんかさジブさんで家族いたじゃん、うん、何それ、高生がおばあちゃんさんで、なんで夢がお姉ちゃんで、あたこが妹、双子の、そうで、うん、青が夢、おばあちゃんとかおじいちゃんで、違う、それもある、そのパターンもある、ヒノ、まあ、がお母さんで、うちがお父さんで、青確かペットだな、違うよ、ゆなこがペットじゃなくて、あ、一緒ペンギンだな、あそう、家族構成あった、食べたりしたんだよ、まだ食べてないし、はい、はい、やだ、え今日まだ20個ぐらいベイクね、食べてないし、え、たぶんサーヤが勝者だよ、ねえ、サーヤ何人ベイク食べないで、ベイク美味しかったね、美味しかった、わかる、ご飯食べてめっちゃさ眠くなってきちゃったの、いや血糖値、ね、血糖値上昇、上昇値、寝れる、なんかもう寝れる、君たち今日ほぼ何も食べずに言った、え、ずっとずっと言ってた、なんちゃんずっと言ってたよね、もうお腹すきすぎて残酷な途中で食べたもん、残酷な目でジャランジャジャンってところがあって、もう、え、分かる、思った、緊張してたかなって思った、いや大丈夫かなって、いや分かる気持ち、震える気持ち分かる、なんかスイッチ、なんか勝手に震えるよ、緊張してるとかじゃなくて震えるよ、え、そうそうそう、分かる、血糖値が下がりすぎて、ね、あ、そういうことか、お腹すきすぎてなるよ、ね、途中でおにぎり食べて、うん、だって15分休憩に、15分休憩に牛タン食べてって、え、まだ2分の本番4分前に牛タン食べてた、ねえバラさないで必死に食べてたのバラさないで、お見送りの前も食べてた、あ、やばいバレちゃうバラさないでください、え、でも韓国やったじゃん、ガチでリハの時笑っちゃってさ、コーヒーにーのところ、え、お互い笑わなかった、え、ゆめ、サーヤが笑ったから笑ったんだよ、え、嘘、え、ゆめが笑ってたから笑ったんだよ、違うよ、え、そうなの、笑っちゃダメって、え、ガチで笑ったの、カホさん、え、ガチ笑い、なんかじゃガチ笑いとかじゃなくて、なんかニコってみたいな、ニコってしたんだよ、ニヤってね、笑っちゃった、いやもうメンバーと残酷やったら笑っちゃうかも、ね、分かる、分かる、青の残酷楽しみにしてて、やばい、さあ剣を持って、剣を持って、さあ剣を持って、剣を持って、さあ剣を持って、愛を貫け、愛を貫け、なんだ青力、
もうちょっとで1時間ハートありがとうございます。本当やね、あおちゃんは冷蔵庫の管理人、ね、うちも冷蔵庫やった。あ、だって昔ホコリの丘のアンダー出てた時に、うん、ニットシャッフルした後も冷蔵庫で、うん、そうなの。え、冷蔵庫やってニットシャッフルしたけど冷蔵庫ってこと？え、戻ってきたの？いや、変わってない。変わらなかったのね。確かやっぱ残酷やるしかないじゃん。プレジャーモデ、じゃあ今度やる一緒に。プレジャーモデ、確かに。プレジャーモデ、僕の名はエドワード。あー、おーちゃん、おーちゃん、ありがとうございます。僕の名はあーおーちゃん、あーちゃん、フィルターが赤くてわかんない。こっちなんか黄色い。唇を重ねるがごとピンク、唇を重ねるがごとグレージュ、愛を貫き、愛を貫き、じゃんじゃんじゃん。なんか親子みたいね。なんなんなん、残酷な雨が見せてやれ人よ限りのハート。ドラえもんがいるって言ってる。ドラえもん声泣くドラえもんのび太くん。ちょっと昔のドラえもん、確かに確かに昔だった。だんだんカルシファー、カルシファーって何？え、カルシファー、ちょっと待って、うん、似てる、うん、似てる、同じ感覚で困るわよ、いじめるんだ、ハウルがいじめるんだ、ハウル、ソフィー、え、すごっ、ハウル、ハウル、ハウルじゃない、なんだっけ、カルシファー、カルシファーのセリフ思いつかない。ソフィー、ハウルがいじめるんだ。ああ言ってるかも。すごい。でもマルクルがいい。マルクル。ええー、あの人？マタリオ。あ、この、うん、あのなんか少年みたいな。マタリオ。マタリオ。マタリオ。ハウルやって。テンションおかしくなってきた。わかんないハウルの声。って言われた。どうできる？わかんない。そろそろ時間。なんかソフィーのできるよ。ソフィー。ソフィーうまいちゃん寝れるんじゃないわよ。ソフィー。テクテク。テク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 。みんな。ハルチの魔女。むずいよ、むずいね。あ大丈夫、引かれそうだったけど今セリフが分かんない。大丈夫、あれちの魔女のセリフが分かんない、振り絞ったあったけど、あれちの魔女むずいね、むずいね、セリフが分かんない。セリフそろそろですか？今何分ですか？9時15分。あれ、こんな時経ってるの？信じきってますけど。待って、だってあっちも一緒。うん、あと私は13分だって。13分42秒。あと4分、あと4分、4分、あとありがとうございます。あとありがとうございます。こんばんは。そろそろですか？いや、そろそろ、そろりと、そろり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 。読みましょう。じゃあみはるさんから青から、はい、みはるさんから青から。あ、惜しいね、ゆきが14位だった。惜しい。あら、ゆきなんでマナのところにはいないの？ゆきはうちの配信いつも。ねえ、ゆきじゃ13位から。ゆきちゃん13位から。みはるさんからどうぞ。ね、13位、はい、ゆかこさん、ありがとうございます。ポンポンポン。13位、うん、ヤミーさん、ありがとうございます。13位、アキロさん、ありがとうございます。13位、ジャムのおじさんさん、ありがとうございます。クニさん、ありがとうございます。12位、森滝ちゃんさん、ありがとうございます。12位、ニシさん、ありがとうございます。コウスケさん、ありがとうございます。竹友さん、ありがとうございます。10番さん、ありがとうございます。11位、M モタッピューさん、ありがとうございます。ユーモンさん、ありがとうございます。ノックさん、ありがとうございます。レモンさん、ありがとうございます。ペッチーさん、ありがとうございます。10位、イノポアットピューさん、タカレさん、ありがとうございます。グレンドさん、ありがとうございます。ムラムラさん、ありがとうございます。アンドリューさん、ありがとうございます。アンドリューさん、アンドリューがいた。あー、キリー、トリトンさん、ありがとうございます。ジンさん、ありがとうございます。パピコさん、ありがとうございます。パピコさん、ありがとうございます。マキアトさん、ありがとうございます。8位、ミントさん、ありがとうございます。マイケイさん、ありがとうございます。メセネンさん、ありがとうございます。テンさん、ありがとうございます。ナンちゃんさん、ありがとうございます。7位、つぐみは穏やかで優しい風さん、ありがとうございます。レックさん、ありがとうございます。のこだいさん、ありがとうございます。キリダンシオさん、ありがとうございます。シューサーさん、ありがとうございます。ジョエチュシャン、ありがとうございます。6位です。キヨさん、ありがとうございます。ブラチさん、ありがとうございます。プロさん、かみさんにだ。シンゴさん、ありがとうございます。5位、ゆりこぱぱさん、ありがとうございます。メイスさん、ありがとうございます。マサさん、ありがとうございます。竹蔵さん、ありがとうございます。カメラさん、ありがとうございます。4位が、あきら先生、ありがとうございます。
ポンポンさんありがとうございます。松田さんありがとうございます。トママ48さんありがとうございます。マミマミさんありがとうございます。サインがピョニアとピョさんありがとうございます、うん、大関さんありがとうございます。小田まさしさんありがとうございます。徳森くんさんありがとうございます。ゆきさんありがとうございます。何位まで来ました。2位です。次が2位です。リョウヘアとピョさんありがとうございます。ハルさんありがとうございます。ゆきさんありがとうございます。カズさんありがとうございます。ヨッタさんありがとうございます。1位ハチアとコギパンさんありがとうございます。おじゃさんありがとうございます。赤毛団長さんありがとうございます。シンさんありがとうございます。テレマ片口さんありがとうございます。すごいみんな被ってない。本当だ、ね、ありがとうございます。ありがとう。またね。バイバーイ。